Alright guys, Yokoso, welcome to Blue Lock episode 17 reaction. I am sorry for being late, but I had to wait for my camera. So I hope that you guys like this video quality, not like that $20 webcam from Amazon. And yeah, let's head straight to Blue Lock. 能力を引き出し合うことでバロウと凪という天才を凌駕。攻守のバランスが超高水準で持続している弱点のないチームだ。なのにこんなに試したくてうずうずしてる。新しく強くなった俺はこのチームの化学反応を行くぞ。いつでも臨戦態勢。 Oh, shut up, you peasant. Episode 17, Donkey. 近くとフザボール。この新しいピースを俺の空間認識能力と掛け合わせる。これが俺の新しいフィールドビジョン。敵味方全員の視線を意識しろ。今までより正確にゴールへのルートがイメージが無数に溢れてくる。 Okay, show me that, Isagi. Why did he pass to Barrow again? Oh my god! Damn, but he's not gonna pass to, man. Of course. Yeah, he's definitely gonna. Oh! No way! Damn! Oi, Barrow. Ikagan Nishiro. Isagi got Kanzeni free that though. Nande pass das Nakata. Usse. Tani no gore no tameni darega pass das kayo. Omara koso motto reno yaria seo ni umokeo. Shut up. 一旦パサーは俺がやるから。じゃあ次は俺ね。俺だろ。この二人は合わせられない。このチームは俺がコントロールしなきゃ。インプットし直すんだ。この三人で。ナギともバロウ。I don't think you're gonna find chemical reaction with Barrow because he's just he's donkey。俺から見える景色を更新しろ。 俺がこのチームをゴールに導く。マジかよ。ゴールを出しても、その先が完全に死んでる。ゴールのイメージが無限に湧いてくる。That's right。パスとナギ。俺からのパスで勝負できるように行くとナギ。ここだろ。早いパス。 俺と競争する機会を知ってる。いくら足が速くてもさ、人間は9人。後ろには進めない。Is that the Neymar prestige? スピードで来た。チリと反対方向へのトラップでシュートコースを作った。Score it, man. Just score it. トッピンス。俺とあいつの化学反応だ。Damn. Reo, why are you losing to Nagi? No, you don't need him. やっぱり今のままじゃお前からゴールの匂いがしない。俺はナギのゴールも考えた動きをしてくれ。そしたらお互いのプレーが生きると思う。なんか言わせんだ下手くそ。 下手くそ。俺は俺のゴールで勝つ。俺が勝ちたいように勝つ。それ以外は全部却下だ。だからそれじゃ負けるって言ってんだよ。全然オーケー。信念負けて勝つぐらいなら負けた方がマシだ。その考えが自分の可能性潰してるってなんでわかんないんだよ。お前はまだこんなもんじゃない。もっとすげえやつになるって思ったから俺はお前と組んだんだ。 このままじゃここで消えるぞ。お前。Tell him, Yasagi. Tell him. Oi.
口を慎めよ、下手くそ。何が化学反応だ。何がお互いを生かすプレーだ。そりゃお前のやりたいサッカーだろ。ヘド出るぜ、マジで。俺の言う通りにやれ。そう言ってるようにしか聞こえねえんだよ、下手くそ。Damn. 所詮同じエゴイスト。やりたいようにしか。I'm speechless. Why is Isagi's aura green? It doesn't fit him at all. それにしてもあいつ、あんだけ通用してないくせに、よくまだ王様気分でいられるよね。負けを認めなきゃ、本当の悔しさなんて。ナギがなんでお前みたいなやつを選んだのか。なんだよこいつ、いちいちめんどくせえな。知るかよ。じゃあお前にはすげえ能力があんのかよ。俺はお前やちぎりや国神みたいな特別な。 Yeah, what's your special weapon? だからこの試合勝つことに執着する。切り返し不明。波の力じゃこいつは止められない。Why are they running like that? What is this? Nah, the CGI is killing this anime. Oh, 1-2. もう抜かせない。来いよ、赤いの。おいおい、オタクの自己中キングと一緒にすんなよ。Yeah, of course, he's gonna pass it. Oh my god. That's four. Hey, ref. Isn't this fall? I'm confused. I need some VAR, please. ここから逆転して勝つには。 Are I gonna lose again? お前は適応能力の天才だ。そうか、生かすんじゃない。来るんだ。That's right, that's right, Isagi. Show me. 間違っていた。バローに合わせるプレーをすれば答えてくれると思ってた。でもそれは俺を支配できると思うな。相手が変わるのを期待した。他人への支配だ。勝つために力の使い方を変えろ。バローに期待するな。引き出して生かすんじゃなく、バローのプレーを食うことで俺がこのフィールドを支配する。うん、まあ、show me how。 ナギ、俺ら二人で勝ちに行くぞ。 show me, show me. やっとその気になった。ちゃんと俺を見てろ。Yes, sir. Yes, sir. 実際、ナギのルートはさっきまでより格段に狭く、少なくなってる。だったら俺は、バローを選ぶ。パスじゃなく、ドリブル。いい判断だ、下手くそ。行かせるか。そうだ、国神。バローの突進に引っ張り出されろ。Oh, he'll cut to middle, right? 天才だからだ。受け取れ、ナギ。マジか、やられた。バローへパスを出すためのドリブルと見せかけて、実際はナギへの警戒を散らし、 He used バロー like a tool. Oh my god. させるかよ、飛び込むな。 Yeah, バロー is finished. Just like Ronaldo. Oh, damn. That's insane. Oh my god.よく止めた。音を挟んで潰すぞ。 He'll pass back to Isagi, right? いいかつかつだろ。ナイス国神。ナギは俺とちぎりで何とかする。 Isagi is free. そこにいる。 Yeah. 俺が近くの闇を切り裂く、この一瞬を。 That's right. お前は待って。 That's right. ちゃんと見てたよ。最初から。 Smash it in.Smash it in. Come on, man. Top bins. Top left. Come on. Top left.
The face that Baron made! Oh my god. That's right. Top left. Top left. Both Isagi and Nagi used to. How do you feel? Hmm? King. Isagi Yoichi. Nagi Seishiro ga oikakeru. Egoist. Sore to Baro. お前は今まで通りプレイしろ。足手まといになんなよ。は？俺たちの邪魔すんなっつってんだよ。下手くそ。下手くそ。No way! He's menace! フィールドのキング。俺だ。明らかにさっきまでのこいつとは空気が違う。こいつには何が見えてる？He's seeing everything. 今仕掛けるべきは俺じゃない。オーケー。トレーニングした連携のパターン。ダイレクトで国が見え。よし。敵だ。パスが来ねえなら自分で物にする。フィジカル勝負だ。俺が勝って。見てかこれ。俺のボールだ。バロ出せ。カウンター。ふざけ。誰にも渡すか。Of course. Isagi. He's in the zone. Come on, Nagi. Itadakimasu. Itadakimasu. Top left.追いついたぞ。今このフィールドは支配されてる。ただ武器を使うだけじゃ読まれて封じられる。行け次。ナギの言う通り、俺の弱点はトラップの瞬間。止め方はもう分かったよ、お嬢さん。だったらいつかバツかだ。このトラップは止めずに前へ弾く。Oh! いける。俺のトップスピードのままボールを同じ。Yeah! ローダウンドリブル。 Nah, Baro is officially Yeah, he's done. He's finished. 俺のスピードはお前らには支配されない。 Okay. Chigiri evolved too.Yes. 最高じゃん。No. ナギとかイサギなら組んでみたいよな。つかさ。さっきから目障りだぞワニマリ。何の用だよ。何言ってっか解読してくれ。寿司はどこで食べれますか。侍はどこですか。違う。待て。普通に喋った。ライチジンゴ。まずお前の食らいつくプレイスタイルが俺は好きだ。あれは凡人にできるレベルのものではない。その荒々しさの中に光る洞察力と執念深さはお前らがここまで来れた影の立役者といっても過言ではない。そしてカガマルキン、お前の奇想天外かつ独創的なプレーはオンリーワンだ。一見思いつきでプレーしているように見えるが、実際はその柔軟なバネの身体能力に裏打ちされた最適な行動であり俺の心を掴んで離さなかった。Nah, it's jokes. Alright, that was it, guys, for episode 17. I would like to see the next episode, but you just have to wait another week. Oh my god. See you guys next time. Thanks for watching. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And that's it. Mattane.